どうも、タケユーです。霊夢よ。マリサだぜ。ベニリアよ。フランだよ。ねえタケユー。どうした？そういえば、タケユーの挨拶ってないの？挨拶？どうも、タケユーです。って面白くないじゃない？まあ言われてみればオリジナルないけれど。フラグ建築ナルシスト、タケユーです。とかどうかしら？絶対嫌だよ。確かに、オリジナル挨拶そろそろ作ってもいいかもしれない。ということで、何かいい挨拶があればコメントお願いします。いいの思いついたわ。ブンブンハロー。おっとそれ以上は絶対言ってはいけない。挨拶はリスナーさんの天才的センスを信じるとして、今回はタウンホール級の配置紹介よね。ということで、今すぐ動画見ずに概要欄から飛んで配置コピー。いやいや改善もあるかもしれないし最後まで見てください。では早速、配置紹介に、レッツゴー。はい、これが今回の配置です。この前生放送で作った配置よね。イベント対戦でも、4回くらい防衛してくれたよ。詳しくこの配置の詳細を見ていくわ。まずは、ヒーローの位置だよ。この2箇所だね。偏っていることがわかるかな？確かにそうね。これによって、ホグやラバルなどヒーローが天敵の編成において、ヒーローパートの入りを制限するという狙いがあるよ。確かに、例えばクエヒーラバルなら、クエヒーパートを左の方から始めたくなるわね。そこで、誘いつつはめるのが狙いだよ。特に、クエヒー対策としては、この2つの外周対空砲だよ。端に寄せて対空砲を設置することで、ヒーラーが撃たれるからここからのクエヒースタートができなくなるんだぜ。これで、クエヒーパートでヒーロー処理したい人も、入れにくいタウンホール側か、両ヒーローは難しい上下のどちらかになるね。この時点でクエヒーは難しそう、ってなるのね。そして、一方で右側。スカスカな感じがするわ。こうして密集度を変えることで、左側は効果力でリスクが大きく、右側はあまりアドが取れない、というようになっているよ。この孤立したウィズ島はなんだぜ？それは、バルーンやホグの対策だよ。周りの防衛施設の配置的に、なかなかウィズ島を壊さず、範囲攻撃で一気に落とす狙いだよ。それに、これだけ穴が開いているとトラップ位置も予想しにくいわね。そうそう、超基本的なことを言っていなかった。どうしたの？今回は、9×9 マスの区画を大量に利用しているよ。この区画が強い理由は多くの人が知っていると思うが、アチャクイの射程的に奥の施設に届かない、という理由だぜ。こういった 9×9 の基本形以外の形の時にも、アチャクイの射程を気にしながら施設を配置するだけで、かなり配置の強さは変わってくるわよ。あと、これは防衛施設ではないけれど、金庫やタンクといった HP の高い施設を効果力地帯の前に置けば、防衛施設が壊されるまで時間が稼げるよ。話しすぎるとユニットが無傷で攻撃できちゃうから注意だぜ。他はまだ注意したところあるの？大前提として、対空施設はライトニング対策で話しているけれど、対空砲の位置とウィズ島の位置がやや偏っているのがわかるかな？これは何の狙い？ラバとバルーンを離した上で、範囲攻撃をバルーンに当てる狙いだよ。ただ、対空砲が偏っていると、ドラ系には弱くなるかもだぜ。さて、次はトラップを見ていくよ。なるほど。まず目につくのが、このテスラ森だね。火力が薄いと思って油断していたら、テスラ固めにアンビリーバボーって感じね。あとは、かなりの確率でホグが通るであろうここ。巨大爆弾庫爆弾が2つずつ。これで、素早くヒールをかけないとホグを一掃できちゃうよ。あとは赤爆弾と黒爆弾。赤爆弾は範囲攻撃のウィズ島の近くに2個固めれば、バルーンを簡単に落とせるんじゃないかな。黒爆弾の置いている位置は？クエヒーで入ってきそうだし、ラバも固まる対空砲近くに固めてあるよ。黒爆弾はバルーンよりも、ラバやヒーラーを落としたいわね。そういえばさっき言い忘れていたけれど、対空砲の間に一つだけウィズ島があるのは、ラバパピーの処理用なんだよ。あとのトラップは基本だけで、バネトラップは防衛施設同士の間、小爆弾はウォールブレイカー対策に入ってきそうな外周だね。そして最後に、タケユーブランド恒例の、角テスラに追わせて何もないデコだね。それまだやってたのかよ。ということで、この配置で主に気をつけたのはそんな感じかな。そのままコピーしてもよし、改善してもよし、自分で配置を作るのも楽しいわね。ぜひぜひ、参考にしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。